日本放送協会の放送形態。日本放送協会 NHK における放送形態には様々な要素があって、それをもとに運用されている。本校ではこれらについて記す。本校における用語の定義の出典は以下の通り。改正前後とは放送法令改正の2011年、平成23年6月30日施行に伴い、開廃されたことによる。 各放送局は、放送の種類ごとに放送系が異なる。総合放送系統、総合テレビ、ラジオ第1、FM 放送及び教育放送系統、教育テレビ、ラジオ第2の地上機関放送局に指定される、コールサイン、呼び出し符号は、電波放管係審査基準に次のように規定されている。現在は4パターンが使用されているが、一部例外がある。 表中のは AZ の任意の一文字。なお、教育放送欄に記述がないつぼ根は E テレ及びラジオ第2情報にコールサインが指定される。これらのコールサインを確認できる曲名のアナウンスが行われている。地上テレビ放送は1日の起点となる時間とメンテナンスによる放送休止前、それぞれ10秒間。ラジオの場合は複数回行われる。ただし、 地方放送局管内における一部地域のみの休止などではコールサインの放送がない。また、北海道地方では E テレ、ラジオ第2放送のコールサインのアナウンスは省略されていて、札幌放送局からの NHK 教育テレビジョンです。NHK 教育デジタルテレビジョンです。北海道の図形に道内7放送局のコールサインをまとめて一覧に画面表示する程度。 デジタル教育テレビは2007年9月末まで札幌局のみで行われていたため総合テレビと同様コールサインのアナウンスが行われていた NHK 第2放送ですのアナウンスを中継するのみ以前は総合テレビと同様北海道内各局別にコールサインのアナウンスが行われていたまた衛星放送第1第2ハイビジョンはアナログ放送のコールサインが NHK に直接与えられた2007年10月31日まで、午前5時、衛星第一の未日によって4時にコールサインをアナウンスしたが、2007年11月1日にアナログも委託放送事業者となって NHK へのコールサインがなくなり、アナウンス放送もなくなってしまった。衛星デジタル放送は、放送衛星システムに免許が割り当てられており、 NHK は委託事業放送者となっていることから2000年12月の本放送開始当初よりコールサインはない。ラジオ第2放送では2014年3月30日までは気象通報が3回あったため9時30分前と22時20分前にも行われていたが翌3月31日からそれぞれの放送が廃止になったためその分は 欧州ののの言語のニュースの終了後にそれぞれれぞ振り返られた。デジタル放送、NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアムを含むでは、海賊版対策、イコール著作権保護のため、アナログ放送では、デジタル放送完全移行に備え、見ている放送が、アナログ放送であることを認識させるため、アナログマーク、また BS アナログ放送では両方を目的として、 放送中にロゴ、いわゆるウォーターマークを表示するようになされている参考リンク。テレビ放送、様式は、幾多の変遷をたどって、現在以下のように落ち着いた2003年度から、文字の縁取りは、地方スーパーと同様なため、多くの地方局では、首都圏に比べて、太い縁取りとなっている。それぞれ、表示には下線、ただし、2カ国語は、 中央線が引かれている。E テレ、ラジオ第2放送以外は24時間放送を実施している。なお、地上波放送の一部地域の放送休止は、放送局管内の一部地域が休止の場合、テレビ FM 放送は、仮に中継局が全て停波したとしても、機関局が停波することはない。ラジオ第1放送の AM 放送でもパターンは、 テレビ FM 放送と同様であるが、伝送方法が異なっているため、状況により、機関局が放送を休止で、他の中継局が通常の終夜放送を行うこともある。また、地上波テレビ放送がアナログデジタルでサイマル放送されていた2003年12月から2011年7月までは、同じ地域であってもアナログデジタルとも一斉に休止する場合と、 どちらか一方のみを休止する場合とがあった。一部地域の放送休止は放送エリア内全域と特定地域に限定した休止の2パターンがある。BS 放送での放送休止はデジタル放送で年1回程度となっている。なお、BS アナログ放送は1997年春まで地球や月による食減少により放送休止時間を設けていた。 これは衛星への大容量電池搭載によって解消した。ラジオ第2放送では放送開始前の7分間と放送終了後の4分間、オリジナルのチェレスタによるインターバルシグナル、いズが放送されている、それぞれ別の曲。終了音楽は集結部があるが、開始音楽は途中でフェードアウトする、原力放送実施のお知らせが入る場合は、通常より、 早めにフェードアウトする。いずれも長らくメロディーは変更されていないが、終了音楽は一時期、最後の節部分がやや異なるアレンジバージョンを使用していたことがある。かつては、ラジオ第1でも放送開始前後に、ラジオ第2と同じイズが流れていたが、24時間、放送過後は放送設備の点検による、放送休止後の開始時を除き、放送されなくなった。 また、FM 放送でも放送開始前に、伊豆が流れていたが、放送休止が、各局任意となった2000年に廃止された。なお放送休止時について、コールサインのアナウンス後に無編長となるツボネと、テストトーンとなるツボネとで分かれている。NHK では放送終了時に、国家、君がよを放送している。これは、サンフランシスコ講和条約が成立し、正式に日本が、 独立国に復帰した1951年に、ラジオでまず放送を開始、テレビは1953年9月から、形容されている日照期も合わせて放送されるようになった。1990年3月までは日付をまたいだ午前0時、以後に終了した場合、テレビでは国家の演奏、国旗の映像が省略されたことがあった。1987年7月に、 BS 第一テレビ、地上波では1992年4月より、ラジオ第一放送イコール深夜放送、ラジオ深夜便のレギュラー化を皮切りに、BS テレビ、中波、FM ラジオ、総合テレビの24時間放送が開始され、君が用を連日放送する媒体は、E テレとラジオ第二放送の2波となっている。その他の媒体では、不定期に行われる、 放送機器メンテナンスに伴う休止前に演奏される程度になった。君が代を放送しないですぐに放送休止に入る地方放送局もあるが、ラジオ第一放送の一部中継局、機関局以外での放送休止でも稀に君が代が流される子がある。休止ではなく原力放送を行う地域でも、君が代の演奏、日照期の映像を放送する地域、関東などがある。 なおテレビでは、蒸気起点時間になると、総合テレビでは1分程度の環境映像の後、10秒程度に正期の映像を映している、インターミッション参照。ただし幸い、重大事件などによる、特別編成時はそれらが割愛される場合もある。BS アナログ放送、BS デジタル放送、NHK ワールドは、君が代は放送していない。テレビで、君が代が演奏される場合は、 まず青空にはためく、日照機が約30秒程度映し出され、その後地球儀を映して日本列島に近づいたところで NHK のロゴが入るものだったが、デジタル放送開始にあたり、日照機がハイビジョン画質で取り直され、旗の動きが滑らかになった上、地球儀に変えてランドサットから映した日本列島の映像を流している。ただし、アナログ放送のみ休止に限り、 取り直される前の映像を流すことがあった。放送開始、終了時とジャンクションを実施する際に放送される、放送局名の ID 表示は、かつてはブーメランを2枚重ねたようなもの、モノクロの場合もあったをバックに、上から、コールサイン、親局のチャンネル番号、放送局名、例、よく TV1NHK 東京テレビジョン、 ジョブ TV12NHK 大阪教育テレビジョンを表示していたが、1980年代後半から2003年までは、各局がそれぞれ異なったデザイン、その放送局のある都道府県の名所などを使用する場合が多かったをバックに放送されていた。2003年の地上デジタル放送開始以後は、再び全国共通、アナログ、デジタル共通。一部地域は、 デジタル放送のみ、で銀河をイメージした青色デザインのバックに NHK のロゴが入り、その上にコールサイン、下に放送局名を表示している。ただし、一部に例外がある。チャンネル番号は表示されていない。現行の ID 表示は、デジタル放送対応のマスターを導入したつぼねから、順次使用されている。ただし、マスターがアナログデジタルで別々になっている。 札幌放送局以外の北海道地方などでは、地上デジタル放送開始後もアナログ放送のみ、放送終了まで旧式、地方の名所など、のまま使用されていた。コールサイン、曲名表記の文字は、東京、北九州など、淡い青色で縁取りしているところと、福岡、金沢など縁取りをしていないところとがある。ただし、 民放とは違い本局と中継局のチャンネルや周波数の案内を行うことはない。NHK の番組編成は原則4月第1月曜日を1年の起点としているが2000年以後、総合テレビ、ラジオ第1放送、FM ラジオ放送、衛星放送のいわゆる総合編成チャンネル及び国際放送、NHK ルドは暦の関係から民放テレビと同様、 3月最終月曜日から新編成を始める年もある。ただし、一部番組や E テレ、ラジオ第2放送は従来と同じ4月がいい1、月曜日が1年の起点となっています、2008年以後は、年度によって、暦の関係で、総合編成チャンネルと同様に3月、最終月曜日、2008年度は31日、2009年度は30日、2010年度は29日、 2011年度は28日、2014年は31日、2015年は30日に改正が行われた。特に2000年度は21から23時代の大規模改変、21時代に配していた報道ワイドを NHK ニュース10として22時代に移し、その前後の21.23時代、23時の NHK 参照を ドラマやエンターインメント番組に充てるを行い、視聴者に周知することを目的として、総合テレビに関しては、連続テレビ小説など一部を除き、本来の4月第1月曜にあたる4月3日ではなく、3月最終月曜の3月27日から改編がなされた。なお年度により10月期、9月最終月曜日、もしくは10月第1月曜日のいずれか、 日中規模の改変を行う場合がある。小笠原諸島、東京都や大東諸島、沖縄県といった本土から遠く離れ、既存の地上波放送を受信できない児童については、これまでは自治体などの補助を受けて、他の民間テレビジョン放送事業者と共に、東京の総合テレビ、教育テレビ、アナログテレビ放送を通信衛星で送り、現地で地上波チャンネルに変換して放送していた。 地上デジタルテレビ放送では、通信衛星を使用せず、海底光ファイバーケーブルで送り、現地で受信する形態となる。小笠原諸島に関しては、中波放送、ラジオ第一放送、ラジオ第二放送と超短波放送、NHKFM のいずれの中継局も存在せず、放送法に違反している状態が長らく続いていた。ただし、ラジオ第一放送のみ、 季節の小笠原村栄光ファイバーケーブルを使用した防災放送受信機で聞くことができる。なお、2011年9月には、ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、FM 放送の番をインターネットを通じて、同時配信する NHK ネットラジオラジルラジルを開始し、これにより、これまで聴取不可だった地域でもラジオ放送3波を聴取することが可能となる。なお、 2013年3月31日に、小笠原諸島の父島、母島にもラジオ第1放送、ラジオ第2放送、NHKFM の中継局が設置され、いずれも FM 派で送信されるようになった。デジタルテレビ放送は、八丈島にある八丈中継局の電波を、海底光ファイバーケーブルで配信して送られてくる、優先放送として2011年5月18日から、 試験放送を開始。大東諸島での放送は、本来なら、大東諸島は、沖縄県に属するために中継局は、NHK 沖縄放送局管轄で、沖縄総合テレビジョン、ジョプ TV、沖縄教育テレビジョン、ジョド TV を配信する子が慣例である。しかし、本島との距離が離れており、本島と大東諸島を結ぶケーブル線が、付設されていない関係で、 中継局が設置されておらず、ケーブルテレビ自体も、同所等にないため受することができずにいた。その代替処置として、東京からアナログ放送を送信していた。これは、民放三局イコール琉球放送、沖縄テレビ放送、琉球朝日放送も同様である。なお、地上デジタル放送では、沖縄本島から海、底光ケーブル経由で、南大東、 北大東の両中継局が設置され、本来の沖縄総合デジタルテレビジョン、ジョプ DTV、沖縄教育デジタルテレビジョン、ジョド DTV を配信、2011年7月22日に開始した。なお、大東諸島では NHKFM の中継局は設置されておらず、全国で唯一 NHKFM の直接受信ができない地域となっている。 小笠原諸島と大東諸島向けの放送は、東京タワーから送られた電波を、江東区、テレコムセンターで一度受信し、それをデジタル圧縮を施した上で、スクランブル信号をかけた状態で、通信衛星中継したものを現地で受信する。よって、本州で受信する場合から数秒のタイムラグが生ずる、こととなる。この方式の中継は2010年6月30日。 深夜で終了し、それ以降は、海底ケーブル布設、デジタル中継局の開局、小笠原諸島は、海底光ケーブル伝送による、地上デジタル放送の再送信まで、BS デジタル放送による、地デジ南市対策衛星放送の受信像地域、いわゆる、セーフティーネットに指定された。NHKBS、NHKBS ニュースなどの例外ありの大半の、番組を除き、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。